文明崩壊、マトリックスの崩壊が起こるという話題を、このチャンネルでは2020年頃からすでにお伝えしていました。それはこの世界の根本、骨組み、屋台骨というものが権威を持った嘘と捏造で作られているということが分かってきていたからです。その話題は2020年の栄養学や医療から始まり、フラットアース、マッドフラット、歴史の捏造といった大それた裏切り行為が続いていました。そしてダーウィンの進化論やアインシュタインの相対性理論も全く捏造や嘘の例外ではないということも分かりました。さらにマスコミ、政治家、芸能人、学者、有名人など、すべてのお茶の間でおなじみの権威のある連中は、単に金に雇われた嘘つきの金の亡者であることもはっきりとしてきたのです。この汚職と収賄と貪欲の文化は、必然的に人道にもとるような犯罪とも結びついていましたし、これらのどす黒い仕組みの根底には地下の悪魔が無関係ではないこともお伝えしています。例えば一つの企業で、あるいは何らかの組織で、このような汚職や裏切り、悪意ある操作が明るみになったら、一体何が起こるでしょうか。それは1+1=2というように当然の成り行きで、企業や組織は崩壊に向かいます。そこに参加している人たちの信頼がなくなった段階で、組織というものは崩壊に向かう運命にあります。ですから、私たちの文明というものが、もしも本当に嘘や捏造によって作り上げられたまやかしだったとしたら、一体何が起こるのかということなんです。そしてこのチャンネルをご覧になっている皆さんは、もはや嘘や偽りがこの文明の主要な屋台骨であるということに疑問を持つ者はいないというほどになっています。しかしその言論をひたすら展開している私ですら、今まで教えられてきたあらゆることや、これまで身につけてきた知識というものが、本質的に悪意ある嘘であるということを完全に実感するということは難しい状態です。頭では完全に理解していても、実感というものは時間差で訪れます。これほどの嘘や捏造で出来上がっているこの世界、マトリックスの世界に生きているという実感、これを普段から感じ続けるのは困難です。私たちはまだ半分寝ぼけたような感じで、夢の中に生きているような状態と言えます。しかし私たち自身の意識、知識が、この世界の嘘、捏造、悪意を認知してきたことによって、その認知自体が、この社会の方向性に大きな影響を与えているということがあります。これが、登校拒否の生徒数の異常な増え方です。2020年の例の出来事が私たちの意識を著しく変化させたように、例の出来事は中学生の潜在的登校拒否生徒たちが現実的に登校拒否をするようになることを後押ししたと考えられます。そして私たちが行っているような、アースの形も歴史も
栄養学も医療も学者も学校も政治も行政も大学もマスコミも何もかもが悪意ある嘘をついているという指摘を年中休みなく繰り返していくと、その認識が徐々に社会に浸透していくのだと考えられます。実際私のこのチャンネルを今視聴されている皆さんの中にも、2020年や2021年時点ではそのような社会、文明不信になるような情報には気がついていなかった方々ばかりなのではないかと思うわけです。ですが、皆さんは気づいてしまってきていますし、気づいてきてしまっている人たちも多くなってきています。そしてこの社会の骨組みが嘘と捏造と汚職と悪意で成り立っているという事実の認識が拡散されていくと、この社会システム自体に対するロイヤリティ、忠誠心が著しく下がるという結果になるのは至極当然の結果と言えます。そのようなもろもろの除去から、潜在的登校拒否の中学生たちは、実際に登校拒否を行えるようになってきたというわけです。そして実際に、小学校、中学校、高校、大学など、どこにも通う意味がないというのが、真実だったのです。その学校で供給されている給食自体が誤った栄養学に扇動されて、糖質過剰の頭をボンクラにするドラッグ、米やパン、砂糖など中心のメニューになっているほどです。そして過ちで捏造ばかりの知識を無理やり机と椅子に縛り付けて丸暗記させる原始時代以下の拷問のような洗脳教育システムです。加えて本質的に弱肉強食の競争システムで捏造の知識の暗記コンテストで競い合わされ社会生活を営んだこともない大人もどきの教職員の顔色を伺うナンセンスな調教の仕組みです。当然、子供たちの精神は歪んで発達し、小ずるくてサイコパスな子供が、その弱肉強食の競争の中で、優しくて良心ある子供をいじめて仲間外れにするという現象が起きてきます。私たちは、私たちの世代、数十年前の私たちの子供時代の学校でも、この異常な仕組みに苦しんでいました。この状況は現代に至っても何も改善されず、ひたすら子供たちの人権侵害が、教育システム、大人もどきの教師、サイコパスの同級生によってもたらされる環境が継続しているのです。東京、大阪、神戸などの中学校では、登校拒否の生徒の割合がすでに 8% から 10% 程度に跳ね上がっていると言います。全国的にも2022年の統計で登校拒否の中学生は20万人近くに達し、全体の 6% 程度に至っています。私たちが体験してきたような非道で無駄で洗脳教育で心がへし折られるような邪悪な中学校という環境に耐えられなくなっている子供たちが全体の 6% から 10% にまで
達しているのです。一般に登校拒否になる子供たちというのは弱い、社会に順応できないと非難の対象にされていますが、現実には逆でしょう。気狂い沙汰の大人もどきとサイコパスの邪悪な支配環境から当たり前に身を引いた感受性の高い子供たちというだけの話です。この子供たちやその親御さんはまだご理解していない人たちが多いでしょうが、実際問題、学校に通う価値など全くありません。教育の根本となっている知識自体が嘘と捏造が大半で、その教育システム自体が古ぼけて非効率。さらに教育の目的は痛みを伴った暗記の押し付けで、子供たちから自由とインスピレーションを奪って競争社会の奴隷マシーンを作ることだということも明らかだからです。知ってか知らずか、首都圏、東京、大阪、神戸の中学生の 8% から 10% は、そのような中学校に通うメリットよりも、通わないことでデメリットがなくなることを自然と選択したというわけです。今後さらに多くの人たちが、皆さんと同じように、この世界の屋台骨が悪意ある捏造と嘘でできているということに気がついてきます。2020年時点での皆さん自身の気づき、周囲の人たちの気づきのレベルと、今日時点での気づきのレベルの差を見れば、明らかではないでしょうか。この真実への認識のプロセスは右肩上がりで進捗しているのです。そして未だに中学校を登校拒否することに対してマイナスのイメージを持っている人たちが大半であるにもかかわらず、すでに地域レベルでは 10% の子供たちが登校拒否を選択しているという事実が投げかけられているのです。やがて、登校拒否を選択することこそが最良の選択であるということに、多くの人たちが気づくようになります。堂々と登校拒否をする中学生が増えてくると、登校拒否を選択する子供たちの数というのは、現在の 6% などという数字ではなく、30% とか 60% という数字に跳ね上がってくるでしょう。こうなるともう、嘘と捏造と悪意ある洗脳の文明が崩壊する段階に入ったと言って過言ではありません。すでに私たちの社会は、そのゾーンに入ってきていて、このプロセスは、さらに進んでいくことが明らかです。私たちはこの2年ほど、学校は積極的に捨てて、学校をやめるべきだという主張を繰り返していました。しかしその背景には、まだまだ絶対的多数の子供たち、親御さんたちが学校に通うことが絶対に必要だと信じているのだろうという諦めのような事実認識がありました。しかし、現実は私たちが思っている以上に理性的に変化してきていて、明らかに無駄で有害な義務教育を実際に捨て去る過程が思いのほか増大していたのです。
もう金と競争とエゴにまみれた仮初めの社会の崩壊が始まっています。砂の城が崩れ去るようにです。そして大人たちも無駄で劣悪な生活環境、労働環境を拒絶するようになってきています。2024年上半期で182件の人手不足が原因での倒産が発生していて、過去最高だった2023年よりも 65% も多いペースで発生していると言います。特に建設業と物流業が人手不足で倒産している会社の中心です。そして人手不足に陥っている業種は、このように情報サービス業を筆頭に、建設、運輸、飲食店など幅広い業種で広まっています。また、ラーメン屋や焼肉屋の倒産も過去最多ペースで、ひどいものだと言います。もちろん、円安や米不足で、小麦、肉、米といった原材料の仕入れ価格の増大も大きな要因です。しかしそれに加えて、やはり人材難というのが、飲食業における大きな問題です。低価格で料理を提供するという業態が、この業界ですから、材料費の高騰にもろに経営が影響を受けるわけですが、その裏側ではそもそも人件費を限界まで圧縮しているという実態があります。そして飲食業、コンビニといった小売りなどと同様、先ほどの話題に出ていた建設業、運送業と同様に労働環境、条件が厳しい業界というのは、よく認識されている事実です。そもそも資本主義の貨幣経済が詐欺で搾取システムなわけですが、その中でも特に低賃金でめちゃくちゃにこき使われているという業態から人が抜け出しているという状況が起きてきているのです。そこまでして働きたくないよという人たちが増えているということです。今までは学校と同じように仕事をしっかりして生活をある程度のレベルで維持し、社会的な対面、メンツを良くしていきたいという心理的な後押しがありました。しかし現状のように、そもそもこの社会の成り立ちが嘘と捏造と搾取で成り立っていて、金を餌にこき使われているというのが、本当に本質的にただの奴隷労働に過ぎないということに気がついてしまうようになっています。そうすると、別にそこまで無理してまで仕事に就かなくてもいいよね、ということになってしまうわけです。子供たちの教育のレベルでは、一気にプレッシャーがきつくなり、不快な思いをすることになる中学校から、屋台骨がぐらついていて、もはやそのような非人道的な環境に耐えられないという家庭がどんどん増加しています。また大学での教育も、そもそもメンツだけのため、その後の就職活動を有利に進めるための本質的には意味がないということが誰にでも明らかなものでした。そしてその大学での教育が本当に偽学問、捏造学問、嘘を五章大事に偉そうで、バカなだけの大学教授が
暇つぶしと金銭欲のために、学生にくっちゃべっているだけだ、ということも、わかってしまっています。そんな本質的ではない無駄のために、今まで通り、バカみたいな暗記の強制や、金をかけて苦痛を受ける塾への通学、意味のない受験競争などで、時間と金を浪費する意味がないということも、もう、バレてしまっています。小学校から大学に至るまでの教育システムは、もう、崩壊が始まっている状態です。そして、大学の教育、その権威、人気を維持しようとしても、各家庭では、それらに大金を払うような経済力がなくなっています。加えて、社会でも本質的に、勤める価値のある会社など存在していません。その価値のない企業、会社群の中でも特に劣悪な業種から人材不足倒産という形でその存在の息の根が止まってきています。建設、運輸、飲食、情報サービス、皆さんご存知のできることなら働きたくない分野の会社の数々です。もはや統計的にも私たちの社会は崩壊を開始しています。そして文明そのものの崩壊が始まっています。社会やこの文明に対するロイヤリティ、忠誠心は全体的に一気に低下しています。私たちはもう奴隷支配や劣悪な教育、労働環境に従う必要はないですし、積極的にそのような非人道的な奴隷組織から足を洗うようになっています。このチャンネルを見ている皆さん、若い世代、小学生、中学生、高校生、大学生の皆さんにとっても、それは人事ではありません。これ以上つまらなくて、暇で生産性のない教育機関での金のかかる暇つぶしに時間を割く必要はありません。さっさと奴隷洗脳の搾取機関からは足を洗うべき時期に来ています。つまり、学校をさっさとやめて暇な時間を作り、自身のクリエイティビティで自分の人生を歩む時期に来ています。親御さんたちも無駄な学校への通学について疑問を持って考え、子供たちと話し合う時期が来ています。仕事も飲食業、運輸、物流、建設、情報サービスに限るものではなく、つまらない奴隷労働の組織からはさっさと足を洗って自由な時間を作り、想像力を発揮できる暇な状態に移行する必要があります。もう文明と嘘と捏造の社会の崩壊は目の前にまで迫っています。鎖を断ち切って奴隷をやめて新しい世界に自分の足で立ち入る必要があります。新しい世界ではその代わり、懇切丁寧にマニュアルで奴隷労働させてくれるというようなロボットのように使われて楽ちんだなという状況は存在しません。皆さんは自分のインスピレーションとひらめきを信頼し、創造性を最大限発揮して自分の好きなことをするという仕事が待っています。その自分の好きなことをするというのは、しかも自分のためではなく、他人の役に立つこととして実行するようになります。自分の好きなことを他人のために行う
これが新しい世界での労働の唯一の取り決めです。そしてこれを実行するために皆さんは自身のスピリチュアルな意識を天界、星の世界とリンクさせて、インスピレーションやひらめきを受け取って、想像力をマックスにして実現していくことになります。その際、皆さんを指導したり、命令するようなボスとか先生とか指導者は必要ないですし、本質的に存在しません。皆さんを今後導くのは、皆さん自身のインスピレーションで、そのインスピレーションは、皆さんがこの生まれる前に所属していた空に浮かぶ星々からもたらされるようになります。このインスピレーションを正しく受け取るために、皆さんは肉体や精神をデトックスして、脳のニューロン、脳神経、消化体が正常に働くようにする必要があります。そしてもう、過去の残虐で悲惨な体験に影響されて、恐怖や怒りを持って、ネガティブな記憶に支配されることから解放される必要があります。これらを最速で実現するのが、ビーガン糖質制限水断食の食習慣と、トラウマノートによるトラウマ解放メソッドです。物理的には、脳の糖質や化学調味料の詰まりを解毒していき、精神レベルでは苦しめ続けられるトラウマの記憶の再生プロセスを断ち切ります。ぜひ過去動画をご参照の上、ご自身のインスピレーションを研ぎ澄まし、恐怖や洗脳からご自身を解放してみてください。そうして皆さんは、ついにご自身のインスピレーション、ひらめき、創造性を本来持ち合わせていた能力によって開花させ、そして、この世界を天国に変える仕事を見つけ、開始していくというわけです。当然、学校に通って奴隷として調教される必要も、出来上がった奴隷として人権抑圧、モラハラ、奴隷労働満載の既存の会社、企業、組織などで、これ以上、被害者でいる必要はありません。学校も会社も、いずれにしても、どこかで辞める必要があります。そして皆さんを、配偶者が苦しめているのであれば、なるべく早く離婚して、自由になる必要があります。私、エンドゥは、この社会の嘘と偽りと汚職を、全力で追求するコンテンツをこれまで作成し続けてきました。そして私のインスピレーションは、まさにこの時期、気がつき、全量でデトックスができた、あるいはデトックスを本気でする気のある人たちとつながって、そのような人たちだけのコミュニティを作るべき時期が来たと感じました。それで解説したのが、エンドゥオンラインサロンです。ビーガン糖質制限で肉体と脳のデトックスをする気持ちが本気であり、トラウマノートの手法でトラウマの解放、精神のデトックスを本気でする覚悟のある人たちで集まっているコミュニティです。11月には大阪でのオフ会、12月には東京でのオフ会がサロン参加者のみで予定されています。また毎週1回ビデオの多人数でのチャットで交流を深めています。さらに毎週1回小学校低学年から20歳くらいまでの子供たちで同じようにビデオチャットで交流する
子供ミーティングも開催しています。特に、すでに登校拒否をしている子供たちは大歓迎です。とはいえ、独自のひらめき、独自の創造性で人生を開拓されたい方は、このオンラインサロンに入る必要は全くありませんので、ぜひ新しい時代を自力で邁進してください。それでは今日も最後はかずみさんのムクロです。またライブもいつも通りニコニコチャンネルでやっています。時を超える海風、潮とムクロの波、今私の間をすり抜けては嘆く。うつろな瞳ならぶ別号星の国、傲慢と裏切りを諦めで潰した。愛と綺麗に飾って、どれだけの命詰めばやがて気づくのでしょうか。血みどろの叫びすらも檻の向こうに隠して砕いてちぎって、人の闇、果て知らぬ欲は自己矛盾の声さえ雑音と捉える。冷酷な作業のように、これだけの涙飲めば世界は変わるのでしょうか。ほんのひとさじだけの甘さにいつまでも勝てない、従うばかりで見つめても、今も続く残虐に手は差し伸べられず、どれだけの命詰めばやがて気づくのでしょうか。「